大好きな曲でございまして、これもね昨日の夜ねいきなりやろうって言ってやってひどいもんなんですよ、かわいそうにね、みんなチューリップの財津和夫さんってことなんですか、そのチューリップの財津和夫さんが作った超名曲で、みんなの歌とかにね流れてた曲です。切手のない贈り物ってタイトルはね皆さんね知ってないかもしれないけど、曲聴けばねすぐ分かりますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。今のは聞かなかったことですけど、ワン、ツー、スリー、フォー、イエッ。私から